9月20日、ふれあいセンター南東で南伊勢町戦没者追悼式が行われました。南伊勢町戦没者追悼式は毎年この時期に行われており、町内の戦没者、戦災犠牲者の霊を追悼する式典です。式典では小山町長から式辞が述べられた後、戦没者に黙祷が捧げられました。黙祷。1分間の黙祷を終えると、南伊勢町遺族会会長をはじめ各代表者による追悼の辞が述べられました。世界各地の戦場に散り、戦火に倒れ、あるいは戦後異教の地において帰らぬ人となられたご英霊の胸苦しみを思うとき、できることのない悲痛な思いが胸に込み上げてまいります。3歳で父を失った私が、その悲しみ苦しみは筆舌に尽くし難いものでありました。とりわけ手でなしごと罵られ、下げ済まされた悲しさ、口惜しさは生涯忘れることはできません。逆境に耐え、逆境を乗り越えてこそ、賢人の道と申しますが、それは体験し得たものしか理解し得ぬ日々でありました。時としてその苦しみ、悲しみに、幾度か流されそうになりました人生の軌跡は、体験し得たものしか分からぬ事象であります。今私はその厳しい事象を乗り越えられたのも、家族や周りの方々の愛と励ましの支えが、この私を救い、育ててくださいました。人は時として、こうした逆境に流され、消えていく人もございますが、手を差し伸べてくださった私を取り巻く温かい環境が私を大きくしてくれたことの運の良さ、幸運を感謝しております。最後に来賓並びに遺族代表により献花が執り行われました。厳粛に献花が執り行われる中、遺族をはじめ出席者は戦没者に哀悼の誠を捧げ、その冥福を祈りました。